皆さんこんにちは、富山です。本日は事情があってというか目的があって五ヶ岳だけから根の権現の方に歩いていこうと思います。この辺もだいぶ紅葉が進んで徐々に冬へと近づいているといった感じでしょうか。まずは正丸駅のところにある駐車場に車を止めてそこから歩いていきたいと思います。結構この辺り綺麗だな。こんにちは。
初めてですか。あ、そうなんですか。あ、そういうことですね。阿賀野駅に降りるんですか。西阿賀野に降りるんですか。浅見茶屋経由ですか。あー、なるほど。じゃあこちら紫でいいですか。はい、500円ですね。はい、はい、ご苦労様です。はい、はい、肉汁丼が売り切れになってしまう。あ、そうなんですか。はい、すみません、それ以外でしたら。じゃあぶっかけうどん。ぶっかけうどんです。はい、大変お待たせしました。ぶっかけうどんになりますね。お疲れ様、乾杯。小丸峠の方いた。ああ、そうなんだ。もうだって こっちから来なければこっちから出てくる時しか開かないんだから。結構立派で、うん、立派で。そうな音じゃん。熱い？いいじゃん、最高じゃん。揚げたてってもわかんない。最高だ。タミジャイ売りながら食べたの？いいな、何食べたの？売り切りだったの？あ、日曜か今日、うん。
うどんは冷やか熱か選べたら冷やを選びたいんで、やっぱりぶっかけ。野菜食べてないの？野菜だ。どうしてよ。